どうもエルザです。それではクラッシュバンディキュー4をやっていきたいと思います。うん、今耳の中からひよこが出てきたねなんか当たり前っちゃ当たり前な感じもするんだけど、さあポリナイコルテックスボス戦だね。どんな感じだろう。でもここでコルテックス出てくるのか。クラッシュバンディク、お前が来るのを待っていたぞ昔を思い出すじゃないか。ただし今回はお前の好きにできると思うなよ飛行船をちょちょいと改造してやったのだああ嫌だなこれ。巨大ミサイルの雨だ。アンチボットマーク2発進。マーク2?豆知識。パンチボットマーク2は初代パンチボットよりパンチがうまいのだ。それはよかったね。パンチボットマーク2の相手はお前だ、わしじゃない。次は？じゃあこれならどうだ。なんか見たことあるね。てか早いね。ほい。あと2。よせ。勝手にしろ。おお待って、上。わしが作ったバンディク抹殺ミサイルだ。気に入ったか？嫌です。きちいなーこれ。パンチボットよ。行け。よし、あぶねえ。そっちがズルするつもりならわしだって。減ったね。おっと、なんか通か何か、通の最終だっけ、減るのは。またさらに。危な。で、ボタンをいっぺんに押したら一体どうなるかな。そうだね、だいぶ大変。そっとなっよし、だったか。このバンディクめ、なあ、わしはいつまで負け続けるのだ。なあクラッシュ、わしはずっとこのままなのか。なぜなのだ。やはりあなたにはインポッシブルだったね。おい、月に言え。わしは南の島に行く。一人でな。ちょうどいい。あなたはもう必要ナッシング。ニューパートナーとニュープランがありますので。こそこそ計画しておったのか。オフコース。トラベルリフトの力はあなたのイマジネーションをオーバー。あなたの夢は時空の支配でしたが、私はディファレント、世界をクリーンにすると決めました。ヒストリーをリセットして作り直すのです。そして私は神になる。
つまりあなたとグッバイ。小賢しいマスクや目障りなバンディクーもトゥニャザねえ。ええ生意気な。わしのことを消すだと。簡単にできると思うなよ。そうなる前にわし、私たちがそうはさせないんだから。共通の敵ができたか。わしとお前たちの戦いが終わるかもしれんな。ああまあうん、うわあ、そういう感じか。まあなんかそうだね、裏でなんかコソコソやってそうな感じはあったけど、こういう形で敵になるとは。でもコルテックスと一緒に動くか。これはこれで昔のシリーズやってた時には考えられなかった展開ではあるね。あ、一緒に行くんだ。落ちた。さあ、久しぶりにここ使っていくか。永遠の大昔ジャングルね。これスキンさ、めちゃくちゃ集めたいんだけどさ、数がもう7、8とかそんな感じになってるからね。多分そのうち10個とかいくんだろうな。やばそうなのいたね。ああ、そういうやつ出てきたか。嫌だなこれ。ああ、あはー、それはきついね。あとちょい。おっと。無理したからだね。意外と。無理。諦めよう。おお、危ない。よし、まずねクリア優先だから。さあ次。マジか。まあそんな難しい。あー、マジか。ぴったし狙いか。いやー、距離感がつかみづらい。よし、ここまでゼロか。なんか落ち着いたね。
そう。ボーナス。いやー、今のところはまだサクサクだね。11に関してはね。問題これだよな。嘘でしょ。いや、こういう時に限ってギリいけそうな感じが出るんだよな。あれは相手残すんだね。これ間に合わない。ギリギリすぎるんだよな。で、オッケー。よし。箱は半分まで来たか。ですよね。落ちますよね、そりゃね。そういう出方。まあそうだよね。怖っ。マジか、今の怖いな。てか秘密のダイヤが一切ない。ああ。嘘でしょ。いや、今のはちょっとびっくりだったな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、左、右、左、右、ジャンプ。なんか見えた気がしたけど、一瞬。白いの。横ね。ジャンプ、ジャンプ、左、右、左、右、ジャンプ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 、丸。で、左。取って、さあこれで6個。
来ないか。ダメか。まあ秘密取っただけよしとしよう。ってことは2個か。どっかに塊であるはずだな。序盤かな。後半良さげだったから序盤だろう。あ、いや1個あれか、取ってないやつだったね。よし次行こう。マグマにご用心。ここはコルテックス使うみたいだね。じゃあお願いしよう。マジか、コルテックスを使える時が来るか。それだったら意外と N ジンとかあの辺りも味方でも良かった気はするけどね。もうちょい早めに気づいてれば。ちなみに恐竜どもよ、わしの最新式光線銃を食らうがいい。あれ二段ジャンプできない。つつきだ。マジでめちゃ頭でっかちみたいな感じになってるじゃん。ジャンプして足揃えるのがちょっと面白いね、落ちる瞬間。あ、これ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 、お、あ、へえ、そういうこともできるわけね。これを思いついた時は笑われたものだが、今笑っているのはわっ。いやマジこのゲーム簡単に手出したらいかんかったわ。上にあると、ここまで来てはきついからな。なぜか上いるんだけどな。はい。頑張ろう、気持ちだけでも。二段ジャンプできないで結構辛いね。
取って、いやー、最近マジでハギキャラ使うこと多いからあれなんだけど、これはちょっと嫌だな。よし、上か。お、いけるんだ。で、戻ってきて、これもやらしい位置あるな。で、OK。中間がなさすぎる、きつい。あ、違う。そう、なの、おお。ああ、心臓リワリー。あ、取り忘れてる。ある意味ラッキー。できてるから、そんな綺麗に落ちるか。他にないよね。うん、火山のアジトは試してなかったな。正義の味方は火山を基地にするのか。うん、勉強になるな。なわけないね。いろいろときついな。で、これきついだよね。奥行き二段ジャンプできないって分かってるはずなんだけどね。あー、ダメだね。どうしても2回押してしまうね。ああ、やはり火山のアジトはなしだな。鼻毛がチリチリする。鼻毛、ひげ、髪の毛じゃないんだね。チェック、もうそろそろって感じかな。やっぱ頭打つか。いやー、二段ジャンプどうにかしてほしい。どうにかしてつけてほしい。うん、踏ん張りいらんって。これきついな。勝手に踏ん張りはいかんね。
ダッシュすると踏ん張るのよ、勝手に。こんな巨大キノコは巨大化マシンをつけっぱなしにした時以来だな。ああ、跳ねないとダメだね。はい。切なくなってくるなあ。いやー、まだなんだろうな、個人的にクラッシュが一番きついかもしれない、死に家の中では。びっくりした。まず大丈夫だったの。さあどうかな。まあちゃんと300はいってるっていうか3つは取ってるね。よっしゃ来たー。全ゲット。まあ3回以内クリアすればだね。いや面白かったけど、二段ジャンプがないって辛いね。クラッシュのイメージが二段ジャンプだから、これなかなかやな。コルテックスなかなかやな。おー、でコルテックスの話も出てくると。ここら辺まとめてするからね。はい、ということで11話はここまでになります。動画を見てる方はここまで、ライブ配信は引き続きやっていきますので楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃまたね。